ようございます。おはようございます。エアープランツの大輝です。今日はですね、記念すべきエアープランツ主催イベント第1回ということで、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキット交通教育センターに来ております。ここでですね、エアープランツサイトライディングレッスンを開催するんですが、まあさすがっすよね。さすがっす。さすがっす。じいさんでしょ、これ。マイナスとマイナスだって。マイナスとマイナスとしたわけで。そうそうそう。っていう、エアープランツらしい天気になりまして、ね、ちょっと分かりにくいけど、雨やね。ごめん、もう、いりますね。全然分からん。ベスコンです。ベスコン。ちょっと期待してますよ。鈴鹿サーキット元フィールドの、そう、続編期待してますから。続編ですね。それ、コケドっていうフラグ。いやいや、期待してるってことです。まあ、とにかく参加された方が楽しく安全に走っていただけるのが第一かなと思っておりますので、ちょっと後ほどこの壮行会スペシャルゲストを紹介したいと思いますので、お来てください。今から何しに行くんですか？今ですね、車両選びで今日1日乗る車両なんですけども、見ていただきたいのは、っていうかこのパターンの YouTube 久しぶりやね。このパターンの YouTube 久しぶり。そうですね。最近なんか偉そうになんかね、そう乗り方だなんだって言ったけど。久しぶりの登場です。すみませんね。失礼します。一応こっちのスタンスの方で、今日はこういう感じで。これこういうことね、その好きなバイクを選べるってことね。見てください、この半端じゃないバイクの台数。ちょっとこれ。うわ。いやいや、もうあれやな、輸出前みたいな。やばすぎません。まあちょっと一部使えない仕様ともちろんあるんですけれども、基本的にこの HMS っていうスクール、鈴鹿サーキットが主催されているスクールは、運転免許に準じたバイクを借りることができます。じゃあ中型でも大型でもいいとかね。1台だけ NC700 っていうバイクは中型を持ってて、大型にチャレンジしたいけどどんなバイクかなっていうのでお試しできるっていうのもあるので、詳しくはまた先の方にご覧いただけるといいかな、ああ、なるほど。ちょっと僕のバイクよりも、そうですね、していきましょうか。じゃあこれ気になるな。じゃあこのこれ選びたい放題。はい、選びたい放題。フル CB1200 買ったぞ。どれでもいいです。無理の追加出してないもんね。嘘でしょ。あれやっぱりやばい、主催者一番遅れてんで。どれどうしようかな。まずは僕が多分一番早いんじゃないかな。交通局長の最速の前じゃないかなっていう。あれインストラクターと一緒のやつか。そうっすね。はい CB400F これです。多分一番早いんじゃないかなって個人的に思っちゃう。じゃあ今日はこれでいきますか。今日はじゃあ中心に、はい、これちなみにこれは何を見てんの？ブレーキの感覚とか。できるんですけど、ブレーキレバーとブレーキのフィーリングを、フィーリングね、握りやすい。めちゃめちゃフロントブレーキ使う。そう、ちなみにこの鈴鹿サーキットのライディングレッスン、これね、そのなんだっけ、こけてもいいよっていう。まずね、バンパーがついているので、まあもちろんね、参加された方が怪我してしまうのが一番よろしくね。そう。天井ばっかり。敵が来ないで。安心して。そうですね。むしろこけるときはバイクを投げてくれっつってたね。そうですね。だからあれじゃないの、これ初心者の人もすごい助かるんじゃない。いやー、もう免許を持っている、免許を持っている方から誰でも参加できるので、どんな技量でも大丈夫。でそれぞれ専任のインストラクターが詳しく指導してくれますし、そろそろ、はい、もう大輝さんだけじゃちょっと限界なんで。そうですね、僕だけだと尺足んないですよね。そうですね、足んないですよね。というわけで、今回のそのスクールレッスンの最大の目玉であります、もうなんかエンジンかかるピッピーちゃんのスペシャルゲストを紹介させていただきます。こちら、はい
すいません、ちょっとよろしくお願いしますの前にちょっといろいろいじりたいところ、ちょっといじりたいところいっぱい聞くんですけど、ちょっとこのマシンが一番速いです。このマイク確かに安定感半端ないですけど意外と速いかも。意外と速い、110ですからね。110なんでだいぶ僕でもね、ちっちゃいバイクが大好きで、そうなんです、好きなんです大きいバイクは決してじゃないです、はい、でも大型持ってます。はい、僕は 50cc が大好きちなみに、あの秋吉選手、これで膝吸ってくるそうで、はい、配達もさせていただきます皆さんに笑いをお届けするっていうのが配達もありますちょっと予想外すぎてびっくりする、マジでウォームアップおかしいでしょ大きいバイクよりこっち好きこういうのに速いのがちょ、これ今日秋吉さんと2人で、はい、撮影していきたいなと思います、はい、よろしくお願いしますスーパーカブお願いします。ショートコントみたいなのそうですね、これガチですじゃあお願いします。これは今何をしてるところですか。これは今、レンタルした車両のマシンチェックです、ね、マシンチェック、タイヤの溝であったりとか、はいはいはい、あ、いいですよ、こっちちょっと見に行きましょう。水の中にポコって少し盛り上がった部分があるそこと、はいはいはい、水の中になったりとかまずいね。あー、なるほど。いくら、レンタル車両とはいえ、はい、本日1日、バスが走ることもあるので知られるタイプになるので、こっちに確認して、確かめてから、そこに入ってくる、うん、ごめん、あの今それだけど、大吉さん全く入ってないの、これ映画だけど、本当にあれで走るか、いや、持ってこないから、あ、ぽいなぽいな。タイヤが大きい車両と、どうぞ、パークラッチのみへ。今日は通常で変わりませんからね、ゆっくりまで行きたいと思います。そうですね、OKOK です。2列目の方もなく、ハンクラッチのみアクセルを使いません。エンプストのやつもハンクラッチの調整でね、キッチンの通り、この白い線まで来れますかね、お願いします。見たいっすね。アキュー選手。見たいっすね。株で膝をする。マイカゴみたいな。まあ僕もあのマイカゴ持ってますけど。はい、あれマイカゴ イオンのマイカゴで。デジマイルの色になりますからね。今日のご飯はキムチとご飯で納豆かなっていうそのマイカゴを積んだ株。あれで速く走る。もちろん遅くも走りますよ。ちょっとだってあのあれだけバイクある中で。秋吉選手、迷わずあれ選んだ。迷わずやね。迷わず買う。僕、基本ちっちゃいバイクですよ。いや、大きいバイクも好きですけど。やっぱ乗り気の性能をフルに使い切りたい。確かに。それはありますね。それはありますね。それはすごい使いたい。じゃあこれ、はい、もう。ということは、やっぱ 30cc、50cc が一番使い切り。30cc。だいぶ抑えます。はい、もう本当に、ね、性能を上回りたい。1000cc は上回れない。なんかあるかもしれないけど、基本ミニバイクとかけ替えするから、使い切りたい。なるほど。いや、もちろんコースロームのセクションもありますので、この SG でするのかな、結構ロングターンになってくるから、多分スレースイートしたらそこじゃないかなと思います。ちょっと見てるその走りもちょっと反対もありがとうございます。じゃあぜひその出発を楽しみにしてます。まあ皆さんがいつ出発していいんだろう。ちょっと待ってきますね。もうそろそろ、まずあの大輝も秋吉選手 も好きな時に入ってもらってっていう感じで大丈夫。実際僕らも隊列入って、まあ、
ただ申し訳ない、あの株見てると荷物入れてまうかもしれん弁当入れてまうかもしれん今日弁当配達しないといけないからね、こう参加者の皆さん、はい、弁当を渡しないといけない、そうというわけで、じゃあ僕らもちょっとそうですね、はい、はい、しましょうかな、はい、ちょっと待ってこれ。え？あきらさんの無駄遣いやりません、ちょっと、ね、マジでちょっとやばすぎる、ちょっとこれマジで、マジこれは、これちょっと面白すぎるやん、そうですね、ウィンカーとか、そうですね、全部配達の編集は大丈夫だと思う、こう全部こうできるよ、マジで秋吉さんの無駄遣い本当やめてもらっていいですかね本当やめてもらっていいですか、秋吉さんの無駄遣い、ちょっとおかしいこれ本人ですからね、ちなみにそうレプリカじゃありませんよ、小物ですよ、小物の秋吉さん、そうっすよね、これも一応トロロムタイプ、はい、じゃあ食べとく、今、タイヤを温めると、今から大輝さん、今からコースインですね、えちょっと、あのさ喋ってから閉めてね、ちょっと、やっぱりなやっぱりなちょっとこれよし、じゃあ行きますか、通り越し、ハードです。
アドバイスをしてくれるので。あ、なるほど。あ、はい、タギ読むと参加者の方は全員そこでアドバイスをしてもらいます。ちょっと行きましょうか。はいはい、ここで秋吉さんが待機してるので、皆さん、参加者の皆さんは1回目インストラクター、2回目もインストラクター、3回目は秋吉さんのアドバイスがもらえて、どん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 ブレーキが上達するかなと。でも雨の日のブレーキは怖いからね。結構怖いですね。今日は秋吉さん、こちらでアドバイスをよろしくお願いします。はい、秋吉さんが思うブレーキングのポイントってどんな感じなんですか？やっぱり安定してちゃんと握る。安定して握る、怖がらなく、やっぱりそのマシンと一体化になるにはやっぱり後ろからちゃんと押してあげる。後ろから押す。後ろ前、後ろ前、ほぼ同時でもいいんですけども、基本はもう僕は後ろから前。それって街中とかでもできるんですか？同じ。信号を止まるときとかも後ろから。その前ブレーキと後ろブレーキの両方どういうその作用するかっていうのをやってるんで、はい、でそれで分かったときに後ろと前をかけるとこんだけ綺麗に止まるよっていうのが多分、うんうん、このスクールで分かる。そうです、ありがとうございます。ぜひご指導をお願いします。Thank you.
怖い。We feel